J3 の福島ユナイテッド FC は14日、日本サッカー協会、JFA、対する不服申し立てが一部認められたこと、発表した。今シーズンの J リーグはダゾーンで、いつでもこでも簡単視聴。1ヶ月無料を試し実施中、福島、5月16日に開催された、明治安田生命 J3 リーグ第八節バンラーレ8の平で2、に、 例の勝利を収めてい。しかし J リーグは、福島がこの試合に、新型コロウイルスの指定公式検査において、陰性判定、得ていない選手を出場させたと判断。JFA 懲罰期による、出場資格のない選手の公式試合への、性出場、未遂を含むに該当したとして、例、3の負け、扱いにしていた。一方で福島は、 八戸戦におい、当該選手は、J リーグによるエントリー可能者、ストには含まれていなかったが、リストに含む、出ていなくとも陰性判定証明ができればで、可能であるという旨の発言がマッチ込み、ヨナーからあり、陰性結果を提出してマッチ、ミッショナーの認可を得た上で、当該選手が合わせに出場したと主張。8月18日に、JFA に意見書を提出、だ。 福島の主張が受け入れられ、例、3の敗線扱い取り消しに、150万円の罰金という形で決着をつることになった。JFA の不服申し立て委員会は、必ずし、J リーグに参加する各チームやマッチコミ、夜ならかんで徹底されているようには思われ、異現状に照らすと、不服申し立て人の側の落ち度、あながち強く攻めることまではできないも、と認められるとし、 配線扱いの懲罰が重すぎ、と判断。150万円の罰金については、手続きの下体ケ、伊藤の落ち度があったこともまた事実であ、から、再発を防止するためにもある程度重い、罰を科すことが相当であると資料するとし、福島の鈴木隼人代表取締役社長は、この度の、福申し立てに対して慎重かつ公平に審議を、 賜り、懲罰の一部取り消しの決定になったことに対って正直ほっとしておりますと声明を出し、州のサポートに感謝を示した。その上で、クラブ、不備によって起因した問題であり、事実に対って真摯に向き合い、再発防止だけでなく、クラ、体制の充実と地域の発展のために、これから全力で取り組んでまいりますと述べている。さ、に、 先に処分が課されたマッチコミッショナの方々は、これまで常に平等にクラブに寄り転、ながら、リーグの発展に尽力されてきた方々で、ぜひとも以前のように現職に戻していただける、う、説に希望いたしますとも記した。りょう